ワールドシリーズ第1戦ドジャース6、3ヤンキース、2024年10月25日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、30、が25日、日本時間26日、本拠でのヤンキースのワールドシリーズ第1戦に1番、EH で先発出場。 3打席凡退して迎えた第4打席で WS 初安打となる右翼フェンス直撃の二塁打を放ち、ムーキー・ベッツ外野手32の同点儀比をお膳立てした。チームは延長10回にフレディ・フリーマン外野手35がワールドシリーズ史上初となる逆転サヨナラ満塁弾を放って勝利を収め、戦勝した。 試合後、NHK のインタビューに応じた大谷は、最高の勝ち方を一戦目に持って来られたと喜んだ。8回の WS 初安打となる右翼フェンス直撃の二塁打については、いい打席だったんじゃないかと思う。一死で相手失策も絡み、三塁まで来られたのは大きかったと思いますと振り返った。WS のファンの熱狂については、 両先発ともに素晴らしい立ち上がりから、うちが最後ああいう形で持っていくことができた。ピッチャー陣も含めて素晴らしい勝ち方だったと思います。最終回、キャビン、ラックスの死球からつなぐ形で勝てたと思う。また明日いい形で勝てるように頑張りたいと思いますと話した。山本義信が先発する第二戦に向けて、 この流れを明日に持っていけるようにまた頑張りたいと思いますと意気込んだ。試合終了は現地時間午後8時38分。大谷は激闘の余韻に浸ることなく、22分後の午後9時にクラブハウスを後にし、第2戦へ備えた。初回の守りは先発フラーティが失策も絡んで西一二塁のピンチを招きながら無失点。 その裏の攻撃で大谷がコール相手に初級攻撃を仕掛けた。95.8マイル、約154.1キロの外角直球を狙いすまして捉えると、中堅へ大飛球。角度よく上がった打球に本拠は大歓声に包まれたが、中堅フェンス手前、373フィート、約113.6メートル。 地点で中堅ジャッジのグラブに収まった。西後に右足首を捻挫しながら強行出場する3番フリーマンが左翼戦へ安打を放ち、左翼手がもたつく間に激走して3塁打としたが、4番のティーヘルナンデスが夕直に倒れた。1対2の8回1死走者なしで迎えた第4打席で大家のバットが快音を響かせた。 ヤンキースの3番手右腕ケンリーに対し、1ボールからのチェンジアップを捉えると、打球速度113.9マイル、約183.3キロ、の痛烈な打球が右翼外の頭上を襲ったが、打球は惜しくも右翼フェンスに直撃。二塁への返球がそれる間に三塁へ進塁した。 そして、自打者ベッツが変わった4番手の守護神ウィーバーから中堅へギヒを打ち上げ、ドジャースが8回に追いつく粘りを見せた。チームは延長10回にヤンキースに1点を奪われたが、それでは終わらなかった。1死からラックスとエドマンの死球とアンダで1死12塁。大谷は左斜比に倒れたが、この飛球を補給した左翼バードゥーゴが観客席へ入ったため、 二塁走者のダイソーテイラーが三塁へ進塁。ベッツが深刻敬遠で歩かされたが、フリーマンが右声に劇的なサヨナラ弾を放った。大谷もベンチから興奮気味に飛び出し、本塁でフリーマンを笑顔で出迎えた。メジャー7年目で初のポストシーズンは、ここまでの全11試合に出場し、打率286、3本塁打、10打点。 得点圏では9打数6安打、打率667と驚異的な勝負強さで打線を牽引してきた。WS でアーチをかけば、日本選手では2003、2009年の松井秀樹以来、2人目。また、あと1本で PS4 号となり、こちらも日本選手最多の松井に並ぶことになる。 ドジャースとヤンキースの東西名門がワールドシリーズを戦うのは1981年以来43年ぶり12度目。大谷とジャッジとの両リーグ本塁打王同士の対決に周囲の注目度も例年になく高まっている。